し、ちょっとチャンスが来た時に一歩前に踏み込んで打てれば、結構軽く打っても相手を追い込むことができます。または決まると。アップとか、それからより攻撃的にするとか、あとは少し打つポイントを早めて、よりもっと攻撃的、になるようなことをやっていきたいと思います。が打って相手が打つんじゃないかなと思ったよりも早く打たれたら、一歩遅れますよね。非常に一歩遅れます。つまり、一歩も動けないでエースになるっていうのはそういう時に多いです。そうですね。ポケットの方に来るように打ち下ろしてください。今みたいに回転を減らして、速いボールを打つためにはどうしても押し出しが必要と。3メーターも下がったところからどんなに速いボールをどんなにいいコースに打っても相手に拾われます。前でこれはいいですね。ナイスですね。はい、OK、 うまい。さあ、うわ、早い。必ずできますので、諦めずに、頑張ってみてください。